宅地,宅地建物取引業法、宅地建物取引業法、宅地建物取引業法、昭和27年法律第176号は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正等を確保するとともに、 宅地建物取引業の健全な発達を促進し、持つて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化等を図ることを目的する日本の法律。通称宅建業法。所管官庁は国土交通省。昭和27年第13回通常国会に瀬戸山光を田中角栄、外10名により提出、成立した議員立法である。 1945年、昭和20年8月15日の玉音放送により、日本の幸福が国民に公表された日以降の日本は、空爆による住宅被災、戦地からの帰国者による人口増などにより、未曽有の住宅難の時代を迎えた。しかし当時は不動産取引を規制する法律や、条例が特になく、取引の仲介を行うのに無資本でも、報酬を得られることから、 専門的な知識や経験のほとんどない者が取引に従事し、手付金詐欺、二重売買などを行う悪質な業者が横行した。その結果、その被害を被った日本人が続出した。その被害者を今後出さないよう規制しなおかつ、不動産業が健全な発展を図れる。う、昭和十七年六月に、宅地建物取引業法、以下、宅建業法という、 が制定された。これも、食と並んで、住宅は人間生活に欠くことのできない、生活基盤である。にもかかわらず、住宅を入手する宅地、建物の取引については、一般消費者がその知識や経験の乏しいのが通常であり、それを狙った悪質な業者も存在するため、一般消費者が大切な財産、不動産を失い、 あるいは多大な金額損害を被る事例が後をただなのも事実である。宅建業法では、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、以上の3点を目的とし、最終的には宅地、建物を購入しようとする、モ等が被る、恐れのある損害を防止し、その利益を保護するとと,ともに、宅地、 建物が円滑に流通することを目的としている、宅建業第一条より、本校で宅地建物取引業法について、以下では条数のみを挙げる。宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と、宅地や建物の取引の構成の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と、 宅地や建物の流通の円滑化を目としている。宅建業を営むにあたり、以下の各号のいずれかに該当する者は免許を取ることができない。免許権者は、その免許を受けた宅建業者が、以下のいずれかに該当する場合には、免許を取り消さなければならない。一買とは、宅建業者が依頼を受けて、契約の両当事者の間に入り、 両当事者間の制約成立に助力することを言う34条の2一方の依頼者の代わりに自ら契約を結ぶ代理34条の3とは異なるもっとも代理においても本法では媒介の規定を多く順用している宅建業者は売買または交換の媒介契約を締結したら地帯なく以下の事項を記載した書面通称 34条の2書面を作成し、記名を応して依頼者に交付しなければならない。物件情報を指定流通機構に登録しようとするときは、以下の事項を登録しなければならない。また、登録した、宅券業者は、指定流通機構から交付される登録を称する書面、登録済証を値体なく、依頼者に引き渡さなければならない。宅券業者はに規定する、 他人間の商行為の売買を行とするものでないから、正直な形人ではなく民事仲立ち人であるが、11号で、規定する仲立ちに関する行為を営業とするものであるから、一行により、商人である。しかし、売主から委託を受けず、かつ売主のためにする意思を有しないで売買を、売買した場合には、売主に対しにより売買につき報酬請求権を取得できるものではなく、 またの適用の余地もない、再判四44.6、26。民法では、法助領属に違反しない限り契約内容や方法は自由と定められている。しかし、宅地建物取引業法では、宅建業者の関わる宅地建物取引では、法定の事項を記入した契約書、業界用語で7条書面というを作成しなければならない、37条。 宅建業者は契約を締結したときは地帯なく、契約の両当事者、宅建業者が自ら当事者として契約したときは、その相手方に宅地建物取引士の記名要因のある契約書を交付しなければならない。たとえ、相手方が取引に精通している宅建業者であったとしても、これらの手続きを省略することはできない。なお、宅地建物取引士は、 千人の宅地建物取引士である必要はなく、また、事前に35条書面に記名要因した宅地建物取引士と37条書面に記名要因する宅地建物取引士は同じでなくてもよい。取決めの有無に関わらず、宅建業者は以下の事項を37条書面に記載しなければならない。特に取り決めた場合、宅建業者は 以下の事項を37条書面に記載しなければならない。対借の場合は1から4のみ。売り主が宅地建物取引業者で、買い主が宅地建物取引業者でないもの、業者間取引での除外規定は78条2項の場合、買い主の保護を図るために、売り主たる宅地建物取引業者に対し、民法等の原則よりも厳しい制限を課している。 仮に買い主に不利な特約を結んで制限を排除しようとしても、その特約は無効となる。以下の8項目を総称して、発手制限とも言う。事故の所有に属しないとは、具体的には他人物と未完成物件である。原則として、宅建業者は自ら売り主として、これらの売買契約を締結してはならない。以下の場合は、例外として、 契約を締結できる。買い主は売り主たる宅券業者に対し申し込みの撤回、クーリングオフができる旨およびその方法を書面で告げられた日から要介いなら何らの理由を必要とせずに一方的に申し込みの撤回または刑の解約をできる。買い主がクーリングオフを行使するにはその旨を書面で宅券業者に通知しなければならない。 クーリングオフの効力は署名を発した時に生じる。クーリングオフがなされると、宅建業者は受領した手付金等の金銭を速やかに返還しなければならす。また撤回、解約に伴う損害賠償、医薬金の支払いを請求することはできない。なお、以下の場合には、クーリングオフは行使できない。契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金。 名目は問わないを定めるときは合計して大金額の20%を超えてはならない。超える特約は20%を超える部分について無効となる。宅建業者が買い主から受け取る手付金は大金額の20%を超えてはいけない。超えた部分は無効となる。また手付金は常に解約手付となる。貸し担保責任について民法の原則、 買い主が、貸しの存在を知った時から1年間責任を負う。よりも買い主に不利となる特約は無効となる。ただし例外として、貸し担保責任の期間を、引き渡しの日から2年以上とする特約は認められる。実際にも、引き渡しの日から2年間とする特約が多い。なお、新築住宅の売買契約については、住宅の品質確保の促進等に関する法律が優先される。 物件の引き渡し前に、飼い主が宅券業者に支払う金銭、手付金、内金、中間金等、名目は問わないについて、宅券業者は保全措置を講じた後でなければ、受領してはいけない。講述の例外に当たらないのに保全措置を講じない場合は、飼い主は支払い義務を負わない。保全措置とは、銀行等による、保証、保険事業者による、保証保険。 指定保管機関による保管のいずれかある。ただし未完成物件の場合は指定保管機関による保管は利用できない。保全は受領した金銭の全額について保全をしなければならず一部のみの保全は認められない。なお、以下の場合には保全措置は不要である。宅建業者は自ら売り主となるカップ販売契約について買い主から不払い金の支払いがない場合でも 30日以上の相当期間を定めて、買い主に支払いを再告し、期間内の支払いがない場合でなければ、不払い金の不払いを理由とした、契約の解除や残金全額の支払い請求はできない。所有権留保や譲渡担保による売買契約は原則として禁止される。以下の場合には所有権留保が認められる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。